この番組は APN プレミアコンサルティングパートナーであるサーバーワークスの社員宮沢を中心にサーバーワークスの最近のお知らせやニュース、エンジニアブログからピックアップした内容をコメント解説付きでご紹介します。クラウドで世界をもっと働きやすくをビジョンに掲げるサーバーワークスの今をまったりと社内ラジオ感覚でお届けします。はい、皆さんこんにちは、サーバーワークス宮沢です。今週もサーバーワークス FM やっていきたいと思います。はい、まずはいつも通りお知らせから見ていきたいと思います。お知らせなんですけれども、前回が2つありますので、こちらご紹介したいと思います。まず1つ目なんですけれども、サーバーワークス AWS 認定資格取得数1000超えの企業として、AWS 1000って言っていいのか、1000なのかあれですけど、 APN サーティフィケーションディスティクションに認定と。これまで多くのプロジェクトですね、の同時実践を誇っていますし、認定資格取得数がさっき言った通り1000超えましたので、この認定をいただいたというところになっています。当社の事例とか諸々のほど書いておりますので、ぜひこちらも見ていただければと思っております。はい、2つ目はですね、ネクストモビリティ様、Amazon コネクトで構築した自動音声予約システムによって、オンデマンドバス24時間予約の実現、地域の利用者の利便性を向上に貢献した事例を公開しましたと。ネクストモビリティ株式会社さんの詳しい事例になりますが、こちらですね、まあ、ノルートの事業の関連しているところなんですけれども、こちらもぜひ事例のページありますので、こちらからぜひ見ていただければと思っております。はい、続いてイベントセミナーになりますが、今週ですね、というか多分この動画26日って今日になると思うんですけれども、あ、もう多分ごめんなさい、多分これ今日ね、もう夜出てるんで終わってるんですよね。ちょ、生成 AI 系のセミナーがちょ急遽、やることになりましたので、また多分他のセミナーと同様にですね、再演したりとかする可能性あります。ぜひまたこの動画見ていただいたりとか、お知らせチェックいただければと思っております。こちらですね、本日やったものなんですけど、ベトロックのファーストステップというところがあります。ぜひですね、またやってほしいということを書いて、コメントとかに書いていただけると大変助かります。で、明日ですね、弊社がご契約いただいているお客さん向けのものになりますが、AWS ステップファンクションズの概要というところでやらせていただきます。弊社ご契約いただいているお客様であれば無料で受けることができます。はい、次、GGEN の方のお知らせは特に追加がありませんので、こちらもイベントセミナーのご紹介になりますが、3月のもの2つご紹介させていただきます。生成 AI からモダナイゼーションまで事例から考える Google クラウドの活用法。こちらが3月5日にあります。で、12日にまた翌週になりますが、 Google クラウドの生成で切り開く新たなビジネスの兆し、ジェミニでハンナリ、こちらが12日にありますので、こちらもぜひ2つともチェックいただければと思っております。はい、続いてサーバーワークスのブログ、技術ブログをご紹介したいと思います。今日はこちらですね、 Amazon Linux 2と Amazon Linux 2023の違いというところになります。これね、なんか Amazon Linux 2023、まあ元々2022だったんですけど、まあ23がデビューしているわけなんですけれども、まあこれ、まあもうですね、まあサポートの問題もあって、もうこちらどんどん移行していかなきゃいけないんですけど、まあ実際なんか何が違うのかっていうのをここに、まあ、まとめてくれてはいるので、まあここぜひ見ていただければなと思っております。こういうところとかですね、私レル系のおじさんだったんで、ちょっとここにやっぱまだ違和感はあるんですけども、まあ、そうやむでやるのがもう癖になっちゃってるんで、はい、一応コーナーがあったりとか、最初のコード設定とか、こうクーロンがデフォルトに無効になってるとか、そういったものもあったりするので、ぜひこちら、見ていただければなと思っております。はい、続いて GGEN の方のブログもご紹介したいと思います。こちら、藤岡さんが書いてくれている、クラウドロギング運用上のチップス集というところで、こちらもクラウドロギングについてと、これの実際どうやって使うのかっていうのをご紹介しておりますので、こちらもぜひ見ていただければと思います。はい、サバワークもですね、まあ、2月に入っていくつかまた記事が追加されておりますので、ぜひこちらも見ていただければと思っております。はい、というところでいつものコーナー行きたいと思います。嬉しい楽しい USB-C。 はい、というところで、まあ、ちょっと前回に引き続きオーディオインターフェースの話にはなってしまいますが、ちょっとこれはですね、なんかこの探したっていうよりも、まあ、最近販売というか、この動画を撮ってまだ公開されてる時でも発表され、販売されてないと思うんですが、されてないですね。オーディオテクニカさんがこういうライブ配信向けの USB ミキサーをついに出しますよというところですね。まあ見た目こんな感じで、多分そんなにこう大きさは大きくない、結構シンプルなものになってるのかなっていう気がしています。こんな感じで細かくですね、まあ楽器もさせるようになっていたりとかして、いい感じに調整できるという感じですね。PC とつなぐ USB-C のところと電源ですね、ギターとか挿したりとかできる、キーボードとかさせると
ところと、まあ、マイクの話があるっていう感じなんで、ちょっとあんまあれです、他社の名前出したら恐縮なんですけど、ヤマハさんの AG03 とライバル機種というか、それぐらいになる、スペック感なのかなっていう印象ですね。 AG03 ですね。 AG03 も基本的になんかマイクとかやったりとかしてっていうのもできるので、まあ、ここかなり召喚は近いのかなっていう気がしますね。で、ただ出力のところがちょっと気になってるんですが、そうです、前にはヘッドホン端子があるんで、ここからはモニターするのを聞くことができる感じになるので、ここでまあ調整してっていう、まあ、イヤホンとか挿して使う感じになるのかなっていう気がしますね。まあ、非常にこうシンプルで使いやすい機種なんじゃない、まあ、まさにこう、まあ、さっき言った AG03 が、なんていうんですか、配信とか、まあ、私もこう機材使ってこう動画収録してますけれども、もうこういうのをスタートにしやすい機種の一つがまた増えたのかなっていう気がしますね。で、ファンタム電源対応しているので、コンデンサーマイクも電力を供給して使うことができますので、まあ、いろんなマイクだったりとかも使うことができるという感じですね。まあ、例えばですけど、今、こう、USB のものを使っているものも将来的に、こう、XLR ので繋ぐものに変えたりとかっていうのを考えている方は、まあ、これで、このタイミングで使ってみるというのも全然ありかなという気がします。で、まあ、プラグ&プレイで使えるんで、まあ、もちろん、Windows、Mac とかでもそうですけど、iPhone、Android とか、ゲーム機とかでも、まあ、使える、っていうのが、まあ、動作確認済みになっていますと。で、モニター機能があるので、まあ、楽器の音とかこのままこうモニターで聞くことができるっていう感じになっています。で、あと、ループバックの機能がまあついてるので、まあパソコンで流して音楽とかそのまま、なんか出力することができるみたいですね。あ、で、まあ、あとこれ、こういうのもありがたいですよね。マイクミュートの機能がこの下についていて、まあ、ワンタッチで、まあ、ZG01 だったりとかでもできるんですけど、そういったものついていたりとか、マイクのモニターの音ですね。まあ、自分でこう、イヤホンつけて聞いてるわけなんですけど、自分のこの、モニターもミュートすることができるので、うまく使い分けができるという感じになっています。で、合わせてたんですけど、まあ、こう、ヤマさんじゃない、失礼しました。オーディオテクニカさんでも、こう、マイク出してるんで、まあ、合わせて使ってみたらいいのかなっていう気がしますね。まあ、AT2020 なんかがね、まあ、配信者さんの、こう、よく、なんか、最初の頃とか使ってるやつとかでもあるので、まあ、これ、例えばですけど、AT2020 とか、セットで、買ってみるのがありなのかなという気がしています。多分、同時購入対象品っていうのがなんかあって、ここは多分、いろいろありますね。AT2020、2050 とか、個人的になんかダイナミックマイク使いたいって方であれば AT2040 とかが、まあ、結構良さそうかなというふうに思っています。会社で使ってる人何名かいるんですけど、結構良かったのでこちらもなんか合わせて買ってみる、まあ、セットで、まあ、せっかくで、まあ、セクソーなんていうんですか、 USB で使いやすとかだと XLR 対応してるものはあんまなかったりするんで、まあ、このタイミングこのインターフェースとこうマイクセットで買ってみるっていうのも、まあ、なんか手かなと思ったりしています。まあ、本当になんていうんですかね、私もそうだったんですけど、こう初めてこうなんかこう機材入れてみたいとかっていうのには、まあ、手をつけやすい値段感かなという気がしています。まあ、そうですね。山田さんのさっき言った AG03 とかに匹敵するものになると思いますので、ぜひこちらもなんか気になるなとは思って、今日はご紹介させていただきました。はい。というところで今日の USB-C のコーナーは以上にしたいと思います。はい。といったところでいかがだったでしょうか。今週サーバークセフもこんな感じでお送りしてきましたが、ぜひですね、皆さん、高評価とチャンネル登録忘れずによろしくお願いします。あと、他の動画も出しております。認定試験の解説というか、まあ、サンプル問題解く動画だったりとか、他にもですね、まあ、買ったデバイスのレビューとかもしてたりとか、他にも、AWS アップデートを追っている動画もあったりしますので、ぜひそちらも見ていただければなというふうに思っております。はい。というわけで、今回のサーバーワークス FM は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。